原高氏暗殺事件は、1921年11月4日、当時の首相、原高氏が、鉄道省山手線大塚駅職員の中岡、今一によって、東京駅乗車口で暗殺された事件。大塚駅の転鉄主であった中岡昆一は、以前から現首相に対して批判的な意識を持っていた。中岡の供述によれば、原が、 政章や財閥中心の政治を行ったと考えていたこと、野党の提出した普通選挙法に反対したこと、またに港事件が起こったことなどによるとされている。その他一連の疑獄事件が起きたことや、反政権的な意見の持ち主であった上司、橋本英五郎の影響を受けたことなどもあって、中岡は首相暗殺を考えるようになったという。 1921年11月4日、翌日に予定されていた、京都の立憲声優会近畿大会へ出席のために、原は東京駅へ午後7時10分頃に到着した。その後、駅長室に立ち寄り、多数の見送り人に囲まれながら歩いて乗車口の改札口へと向かっていた。午後7時25分頃、周囲を取り囲んでいた右側群衆の中から、 突進してきた青年が担当を、原の右胸に突き刺し、原はその場で倒れた。強硬に及んだ青年はその場で逮捕され、原に随行していた、もち圭介、元田はじめ、中橋徳五郎、小川平吉らと東京駅長の高橋らが、原を駅長室に運び込み応急処置を施した。 共変の知らせを受けた夫人が東京駅へ午後7時40分頃に駆けつけ、8時10分頃に自動車で芝公園の自宅へ運んで診察と治療を施したが、突き刺された傷は右肺から心臓に達しており、ほぼ即死状態であったという。逮捕された中岡は死刑の求刑に対して東京地裁で無期懲役の判決を受けた。 その後の東京高想院大審院でも判決は維持され確定した。なおこの裁判は異例の速さで進められ、また聴書などもほとんど残されていないなど謎の多い裁判であり、その後の中岡の特別な処遇がなされ、3度もの原刑で1934年には早くも釈放された。さらに戦時中には、 比較的安全な軍司令部付けの兵となっていたことも、相まって、本事件に関する政治的背景の存在を推測する論者もいる。中岡は、第二次世界大戦後の1980年に、77歳の生涯を閉じている。現首相遭難現場のプレートと、因縁首相遭難現場のプレートと知る指導や12時頃、首相官邸において、臨時閣議が開かれ、 葬儀後まで公認や政局問題は保留とされた。翌5日の協議委員会と議員総会において闘争などが協議されたが、かねてより遺言書などで原が要望していた葬儀は簡素なものであり、家族も原の遺言に従いたいとの申し入れから、盛大なものでなく簡素な告別式が行われた。 東京から森岡へ移動する婦人ら家族と霊柩の随行者として、閣員代表者や院外代表者、有志の者などが許された。11月7日東京、芝公園の自宅から午前8時に霊柩が出発、当本部を広まで、各界要人らや議員、地方からの参列者などがあり、同日午後8時まで、国別式が取り行われた。その後、 家族と、霊柩並びに随行者は、道の両脇の群衆に見送られながら、上野駅に向かい、午後10時に、上野駅を出発した。途中駅でも拝霊車などがあり、翌8日の午前10時に、森岡駅に到着した。午前11時に、同志古川橋の原邸に安置され、遺言書に従って、簡素なおつやが営まれ、9日の夕方に埋葬された。10日、 天皇の直詩が森岡の原邸を訪問して、類詩や供物などを送るなど、埋葬後もその死を痛む調子が多く寄せられたとされる。中岡が原を暗殺するに至ったきっかけははっきりとは分かっていないが、前述した政治に対する不満のほかに、以下のような説もある。東京駅の現場である玄丸の内南口の北東面左端付近には壁に、 事件の概要を記したプレートがあり、床面には円の内部に六角形の形をした目印が埋め込まれている。ありがとうございます。